刀をずっと、えー、とっと振てきたんですけど僕は銃で、えー、と早打ちの対決だとかそういうのも、えー、1対1の,あの刀同士の戦いだったり侍同士の戦いとあまり変わらないような世界だと思いますのでそれはあのいいまで、えー、戦いができるんじゃないかなというのはとてても期待しいます、はい、毎回見たりに参加したりして思うのはやっぱり個々が非常に 立っている役者の方々が揃っていてそれを活かす演出だと僕も思っているのでそこに、えー、と僕自身の何かあの持っているものをちゃんと持っていないとあの埋もれてしまうなと思いますんでたとえこうたあの若い人たちの中で少し年が上だからといって甘えられないという。 演劇の力というものが、えー、どれぐらいすごいものなのかというものを、えー、皆さん見てみないとわからないと思います。えー、今回ディス・グーニーさんの「えー、リトル・ファン・ダンゴは」はやはりあのオリジナル作品で、えー、とてもパワーのあるお話だと思っています。なので、えー、ぜひ体感しに来てほしい、えー。体感しないことには面白いか面白くないかわからないです。そそそのののの時時場所の、えー、空間はその時行かなければ見に あの見に来なければ体感できません。ぜひ劇場で。この。西部劇を。体感してもらい、体感してもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。舞台。リトルファンタング。